ポートドラムはフィリピンマニラ湾の湾口部にアメリカ陸軍が設置した要塞である。その形状からコンクリート戦艦と通称されたほか、島自体はエルフレール島と呼ばれる。1909年、当時アメリカ合衆国の植民地だったフィリピンにおいてマニラ湾の湾口南側の防衛を強化するべく、マニラスービック湾沿岸防衛施設の一部として設置された。 コレヒドール島の真南に位置する。太平洋戦争の最中には日本軍によって占領されたが後に奪還された。終戦後に放棄され、以後は廃墟となっている。施設名はリチャード・ドラム陸軍巡賞から取られた。ドラム巡賞は米北戦争や南北戦争に従軍した将校でちょうど要塞の建設が行われた1909年に死去した。現在。 ポートドラムを含む、旧湾沿岸防衛施設は、カビテ市当局の管理下に置かれている。要塞化前のエルフレール島もともと、エルフレール島は、マニラ湾港に位置する岩勝ちの小島であった。エルフレールの透明はスペイン語で、修道士を意味するが、その由来は不明とされる。植民地時代には、スペイン軍の砲兵陣地が設置されており、 米西戦争中の1898年4月には、アメリカ海軍の防護巡洋艦ローリーとエルフレール島の間で砲戦が行われた。米西戦争が終結すると、ウィリアム・タフトが議長を務める要塞委員会はアメリカが新たに獲得した領土の主要港を要塞化するべきと主張した。これに従い、エルフレール島をはじめとする湾口の四つの小島は要塞島として、 マニラス・スービックワン沿岸防衛施設に組み込まれることとなったのである。フォートドラムの側面図当初、エルフレール島には延平された、機雷管制施設が設置される予定だった。しかし、一体の防衛施設が不足しているとされたため、島を平坦にして、コンクリートで覆い、その上で12インチ連装砲塔2機を設置するという計画に改められた。さらに、計画案の提出を受けた。 陸軍省の指示により、主部装には14インチ砲を用いることとなった。建設は1909年4月から始まり、5年間が費やされた。陸軍工兵隊はまず島を平らにし、それから鉄筋コンクリート層の構築に着手した。戦艦とよく似たシルエットで、全長は350フィート、全幅は144フィート、艦長時トップデッキの高さは、 水面上40フィートだった。主武装は2機の M1994 インチ連装砲で、それぞれマーシャル及びウィルソンという名称が与えられていた。副武装のケースメイト式 M1908 ミリ6インチ砲は、船体の左右両側に2機ずつ組にして設けられており、それぞれロバーツ及びマクレアーという名称が与えられていた。 これらの方が島に運び込まれたのは1916年になってからだった。1番砲塔はトップデッキから9フィート下がった位置にあり、線改角は左右230度である。2番砲塔はトップデッキにあり、線改角は360度であった。いずれの砲塔も行角は15度で、射程は19200ヤードだった。防空装備として三高射が 設置されていた。その他、単小島公社法人地、高さ60フートで、ラティス式の射撃管制塔が、デッキ部に設置された。発電機、射撃式室、弾薬庫などは地下深くに設置され、およそ240名の将兵が収容されていた。デッキ部は、厚さ20フートの鉄筋コンクリートで守られていた。 周囲のコンクリートの厚さも25から36フィート程度あり、敵艦船からのあらゆる攻撃に耐えうるとされていた。フォートドラム建設に先立ち、サンディホック試験場で性能試験を受ける14インチ砲。左舷側の写真。トップデッキに射撃艦制塔や木造兵舎が設置されている。前方に一番砲塔の方針、中央に2門の6インチ砲が見える。 マーシャル砲塔による砲撃訓練の様子。1941年12月末、日本陸軍のルソン島上陸が始まると、間もなくして、ォートドラムをはじめとするマニラ湾の防衛施設は、これらの地上戦力を射程内に収めた。開戦時、フォートドラムには、第59沿岸砲兵連隊 E 中隊が配置され、トップデッキに設けられていた木造兵舎は、 ウィルソン砲塔の社会を確保するため解体されていた。当初、日本側の偵察機は、砲塔ドラムについて、マニラア島に敵の戦艦が侵入したと誤って報告したという。1942年1月2日、日本軍による空襲を受けるが、砲塔ドラムはこれに耐え抜いた。1月12日、要塞の弱点と考えられていた、1 M19033 インチ砲の砲台が、 新設され、ホイルという名称が与えられた。翌日13日、ホイル砲台は、先備方向から接近してきた日本軍船舶を攻撃し、撤退させた。この時、新設されたばかりのホイル砲台のコンクリートは乾ききっておらず、標準調整などもまだ行われていなかった。この攻撃により、ホイル砲台は、 第二次世界大戦において初めて敵船舶を砲撃したアメリカ軍の沿岸砲となった。2月初頭、フホートドラムはテルナーテに設置された日本軍の96式 15cm 榴弾砲陣地からの激しい砲撃にさらされた。3月中頃にはより強力な45式 24cm 榴弾砲が砲撃に加わり、3インチ高射砲陣地を破壊したほか、 6インチ砲のうち1問を無力化した上、沿平号の一部を損傷させた。激しい砲撃の中で、コンクリートの大部分が剥ぎ取られたが、主砲塔はいずれも損傷を受けず、砲撃の最中でも任務を続行していた。フォートドラムの14インチ砲に加え、フォートフランクの12インチ沿岸迫撃砲による反撃が行われたものの、効果はほとんどなかった。4月10日、 バターンの防衛線が崩壊する。しかし、フォートドラムをはじめとする沿岸防衛施設は以後も抵抗を続けた。これらの沿岸防衛施設の存在により、日本側はマニラワに艦船を接近させることさえも困難となっていた。そのため、これヒドール攻撃に用いる上陸用集艇は夜暗に紛れて湾内に侵入する他になく、 各要塞に対する激しい砲爆撃には、終停の移動から注意をそらす目的もあったという。5月5日夜、フォートドラムの14インチ砲は2度目のコレヒドール攻撃を試みる日本軍を攻撃し、複数の2船を撃沈した。5月6日、コレヒドール要塞の陥落を受け、フォートドラムも降伏した。以後、1945年までフォートドラムは、 日本軍によって占領されることとなる。ホートドラムに勤務していた将兵に戦死者はなく、負傷者は5名のみだった。コレヒドール要塞が陥落する5分前まで砲撃を続けていた14インチ砲は降伏した時点でもほとんど損傷を受けていなかったが、降伏に際してホートドラムの武装はすべて破壊された。マニラ湾の沿岸防衛施設の降伏をもってフィリピンにおける アメリカ軍の組織的抵抗は終結した。マニラ湾の沿岸防衛施設に残されていた沿岸砲はミサオ砲に多くの兵員が必要であり、差し当たって利用の価値がないとされたため、将来的には防備に組み込むことを考慮しつつも放置されたり、廃砲として解体されるなどした。5月7日に日本軍が上陸した時点で、ホートドラムには14インチ砲弾に100発、 5インチ砲弾4200発、3インチ砲弾400発が残されていた。砲は6インチ砲2門を除き、すべて使用不可と判断された。14インチ砲も廃砲とされたが、偽砲台として以後も存置された。1945年のマニラの戦いにおいて、ホートドラムはマニラ湾における日本軍の最後の抵抗拠点となった。守備隊として配置されていたのは、 1944年10月24日に沈没した戦艦武蔵の元上院ら65名だった。彼らはアメリカ軍によって包囲された後も降伏を拒否し、消火器や迫撃砲を用いて抗戦を続けていた。4月14日、フォートドラムへの上陸が実施された。これに参加したのは米第38不評師団所属の将兵で、 師団長補のロバート H ソウル大佐が攻撃の指揮を取った。ソウル大佐指揮下の不評68名はデリックと橋家を増設した揚陸艇を用いてトップデッキに登り日本軍守備隊を要塞の奥深くへと追い込んだ。そしてトップデッキの通気口から5000ガロンのガソリン混合燃料を流し込み600ポンドの爆薬がセットされた。アメリカ兵たちが退避した後、 次元式ヒューズを用いて点火された、ホートドラムは大爆発を起こした。巨大なコンクリート階と鋼鉄製の防爆扉が数百フィートもの高さまで吹き飛ぶほどの爆風だったという。その後、ホートドラムは数日間も燃え続け、内部の調査に着手するのは14日後になってからだった。守備隊の日本兵全員が焼き殺され、生存者は一人もいなかった。 一方、アメリカ側の被害は、揚陸艇で接近する際に狙撃され、軽傷を負った兵士3名のみだった。2011年に右舷方向から撮影されたフォートドラム、トップデッキに白い無人灯台が確認できる。戦後、フォートドラムは放棄され、現在は廃墟となっている。1970年代からクズ鉄を求める。 転売業者らによる洞窟が行われており、2009年時点でも洞窟の報告がある。2009年頃、フィリピン沿岸警備隊によって、マニラ湾に侵入する船舶を誘導するための無人灯台が設置された。ありがとうございます。